はい、というわけでお久しぶりの料理動画でございます。というわけで、やっぱり外食をしてると自炊をしたくなるんですよ。男たるものを自炊してこそなんぼみたいなところがない。ないか。じゃあ終了です、この動画。野菜をちょっと取りつつ手軽で美味しく食べれるものを作っていこうかなと思います。お腹すいた？ああ、どんどんすいてきた。ちょうどいいじゃないか。それでは作っていく。キャベツ芯を取って、芯食べる？食べない。芯美味しいんだけどね。芯美味しい。塩コショウ、違う、塩コショウ、豚肉の旨味をそのまま使ってキャベツをドーン。肉を戻して待つ。終わり。ドーン。オープン。わお。じゃあいただきましょう。はい。これがただ煮込んだだけの飯。うん。うまっ。もやしとキャベツと豚バラとえのきを煮込んだだけなんですけど、これが楽なんだわ。知りたいですよ。うん。リンゴ。五目炒め。明太子スパゲッティ。いいカメラ。だってさ、急にさ、あ、それダメ、ダメ、それダメだよって言って、俺が普通に何がって言ったら、スピー。マジでもう一回突然受かってくださいって言われたら絶対無理。マジで。うん。マジで。たまにポセイドンとか疾風やって思うけど、ようやったなって思う。マジで無理あれ。もうきつすぎ。次回作どうしようかな、マジで。赤さんだ。いいね。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。というわけで、また次回のコニハキッチン TV でお会いしましょう。さよなら。